はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。いや今日本当はね世界のコース遊ぼうと思ったんですよ。そしたらね今ね世界のコース見てみたらクリスマスが近いからかな、あのクリスマスコースみたいなのがねめちゃくちゃ多いんだよね。そこで僕思いつきました。マリオメーカーのクリスマスソング集をちょっと作ろうかなと思いまして、まあもちろんねその時は僕の声入っていないんですけれども、ちょっとねみんなマリオメーカーであのクリスマスソング集っていうのはねどんなんかね気になると思うんですよ。え、気になんない？ちょっと気になって、ちょっとは気になってね。だから今度ねちょっと時間かかるかもしんないんですけど、そのクリスマスソング集を作りたいと思います。で今回はみんなで運動会って書いてましたね。いや非常に楽しそうなコースですよ。みんなで運動会でしょ、これ僕マリオだね。でもこのコースはねめっちゃ見たことあるめっちゃ見たことありますね。いやそんな見たことないか。キノピコが早い、キノピコが早いね。ちょっと待ってね、うん、キュッキュッキュッちょっと待って、ここ落ち着いていこう。僕落ち着いていきます。はい、よし。で次はこれは結構難しいよ。これちゃんと落ち着いていから難しいよ。マジでキノピオが早い。よし、オッケー。で次は右のこの何これ、クレーンに乗っていきます。なんかさキノピコだけダントツだね。で2番手に僕ぐらいだと思うんですよね。いやくっくっ、いける、まだいける。よし、オッケー。で次はこのブロックに乗るパン感じね。よし、ここ落ち着いていこうね。ちょっと落ち着いていきますね僕そしたら多分勝てると思います。でね今ね僕ちょっと言い訳していい、めちゃくちゃね今ねちょっとあの自分のいる位置ミスっちゃって、あのリアル僕のね位置ね、今ゲームする画面とめちゃくちゃね近いんですよ。もう近すぎて見えないもう近すぎて見えないマジで。だからねちょっと言い訳させて、これ多分負けると思う、近すぎるから。いやいや待って、抜いたくない、えキノピコ、いやこれワンチャンあるよ。おっ、来た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 、よし、オッケー。いやこれマジで勝てる、横スクが来たら勝てる。だいたい横スクロール系僕めっちゃ得意なんですよね。キノピコまだ来てないね、こちらに。キノピコは横スクが苦手なのかな。これ一回は引っかからんでいくね。ほらジャンプ、オッケーオッケー。で右、これ結構差があると思うんですよ。いや待って、ブレーキしようと思ったけど間に合わんかったな。来た2対2協力バトルコース、これは楽しみだね。いや僕ですねこの協力バトルコースっていうのめちゃくちゃ好きで、キノピオ一緒行こうね、パーティーとして一緒行こうね。兄ちゃんちょっと待って、じゃあ僕マリオしかいないじゃん、僕マリオしかいないね。マリオよろしく。いやそこはちょっとさ、ちょっと空気読んでさ兄弟同士で行くみたいな。いやでもねマリオと組んだことをねきっと後悔させてやりますよ。ごめんめっちゃ遅い、めっちゃ遅いね。マリオごめんね、マリオごめん。よし行って行って、マリオ行って、よし、オッケーオッケーオッケー。なんかねこういうコース前にも視聴者さんからいただいたような気がするんですけど、よしよし、オッケー。で次はどっちが行く、マリオ行っていいよ、マリオ行って、よしオッケーよし次は、いや僕がねあの下敷きにならなきゃいけないね。そしてマリオが行けみたいな、いやめっちゃ上手くない、めっちゃ上手いよね。ここ溶かして溶かして、よしオッケーオッケー。で次僕任せて、マリーマリー待ってマリー急ぐな、マリー急ぐな。ここは落ち着いていこうね、さっきのコースもね運動会コースも落ち着いたら勝てたからね、落ち着いていこう。よし行け、マリオ、いやこれはいい、いいペアだよこれ、いいペア、いやこれはここの行け、いやえマリー大丈夫、マリー大丈夫あくないこれ、いや終わったくないこれ、どうしようどうしよう、マリーどうする、マリーどうする、いやなんで謝ってんの俺、マリー諦めんなって、いやそうだよね、もう向こうに行こうか、スタートがやり直してルイージとキノピオのとこ行こう、多分それが一番勝てる近道だと思う。ちょっと下水けどさ、下水けどそっち行こっかごめんごめんごめんよ僕とも混ぜて、僕も混ぜてね、これみんなで一緒ゴール、あできないやつじゃんこれ、あこれ2対2なのにさ、これみんなで一緒ゴールできないやつじゃん、確かそうだよね。いやここは奪いましょうね、ここは奪っていきましょう。これさ前なんか視聴者さんからもらったコースとめっちゃ似てんだけど、これそうじゃない、ちょっと待って、誰が作ったか僕見てないんですよ、ちょっと待って、いやちょっと待ってって、えキノピオ、ここここ開けなきゃいけないよ、よしもう3人で行こう、3人で行こうありがとうありがとう、いやごめんね、ほんとごめんね、ちょっとごめんなさい、送っておきますね、よしオッケー。次はルイージ、この音符ブロック開けて、開けておくれ、開けてって何やってんの、よしオッケー
ごめん、ルイージ疑ってごめんよ。そしてキノピオも一緒に行こうね。これはここの上をジャンプしてこの炎を出しておいてボム編を着火させる感じね。オッケーオッケーオッケー。待って、ちょ、強欲だな。僕も上行きます強欲だな、キノピオ。僕が先に行きますよ。よし、オッケーオッケー。で、このまま僕葉っぱ取ります。葉っぱ、僕が葉っぱ取る気。よし、オッケー。で、ジャンプ。そしてここね、よし、多分ここであのブンブンを倒さなくちゃいけないっぽいんですよね。いや、このコースね、一回やったことあるんですよ。取ろうとしてんな、鍵取ろうとしてんな。ここ渡さねえよ、ここ渡さねえよ。よしよし多分次でゴール。いや、待って、誰誰、鍵誰。なるほど、ルイージか。ごめん、ちょうだいそれ、ちょうだいちょうだいちょうだい。待って、割り込んで悪いけどさ、割り込んでさ悪いんだけど、それちょうだいね、ちょうだい。ちょっと待って、キノピオ どこ行ってんの。ちょうだいそれ、ちょうだい。待って、ちょうだい待って、ルイージがそこ行ったら無理、ルイージそこ行ったら無理。もういいや、もういいや、もうルイージ入っていいよ、入っていいよ。多分まだゴールないでしょ、ないことを信じましょうね。いや、ゴールっぽいねこれ。いや、絶対ゴールでしょこれ。え、大丈夫、え、全然大丈夫。あ、次ゴールじゃんこれ。あ、負けたやん、絶対負けたやん。いや、いける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 、よし、こっちは2人いるんだ。いけるいけるいけるよ、キノピオ、いけるいける、よし、いけ、行ってくれ。よし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 、オッケー、動く。で、このままジャンプ。うー、これいらんくね、これいらんくね、このカエルいらんくね、このカエル。いや、熱い熱い熱いよ、熱い。おお、来た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 、よし、いけるいける。うー、よっしゃごめん今日は最後にしますね、これで。やった、楽しそうなコース来た。最後に作った人もね、レインさんっていう可愛い方ですね。そういえばね、最初ぐらいにしてさ、あの 2vs2 のなんか2対2のレースあるじゃん、あれね、リスナーさんなんですよ。まあ見てくれてるかわかんないですけどね、一応前ライブに来てくれたことがあって、で、その時にね、コースをいただいて、まああのコースをしたんですよね。まあだから知ってたっていうのもあるんですけど、これは、いや、ちゃ、よし、うまいね、うまいね、マリオ、やるね、マリオ。いや、結構うまいと思ったんだけどな。ちょっと待って、マリオの方が早いか。よし、うわ、結構いい感じのペースで行ったんだけどな。マリオ、めっちゃうまいな。よし、OK。で、もう一丁。よし、OK。でさ、これさ、リスナーさんからね、これも聞いたんだけど、これさ、雪のステージとかあるじゃん、これね、夜の方が滑るんだって。ちょっと待って、待って、ここらへん。よし、OK。で、ジャンプ。よし、いいね、ここ焦らんでいこう。で、ジャンプ、これ難しいね。よし、で、もう一丁、ジャンプ、OKOKOK。で、次はこの USA キノコね。で、USA キノコになって、よし、いけいけいけ。で、どんな感じ。あ、ここで抜いていく感じで、で、もう一回抜いていく感じで、よし、OK。で、ここで雪だるま、投げろ。よし、OK。 待って、あのキノピコ1位かな、どうなんだろう。うわ、ここもまだチャンスあるよ。いや、もうちょっとあって、よし、OK。 で、ここはしゃがんでいこうか。どっちの方が早い、しゃがんでいった方が遅い。めっちゃ早い、めっちゃ早いキノピコ。コイン出す感じでしょ。よし、OK。 コインで、ジャンプ。いや、これ結構差あるな、大丈夫。いや、めっちゃ速くない。でも、いや、結構速い感じのペースでいってると思うんですよね。よし、で、ここでファイヤー連打でしょ。もう鍵取ってんもんな。うわー、これは負けたかな。ブンブンとかいて、で、ブンブンとかいて、ちょ、取れんくない、取れんくない、ちょ、マジ取れんくないこれ。よし、まだゴール、まだ、いやー、ゴールされたか。せめて一緒にゴールしよう、ゴールしようって。うっ、鍵ガチャガチャ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。